どうも皆さんこんにちは。前回に引き続いてちょっと忙しいのが続いていて、まあお天気が悪いっていうこともあって、なかなか外に写真撮りに行ったりとか動画を撮りに行ったりとかすることができないんですが、今日はちょっとこんなものが届いたので、これを皆さんと一緒に開封していこうと思います。じゃーん、これね、見ての通りタイトルにもなっているのでお分かりだと思うんですけれども、ドライボックスを買ってみました。実は私が住んでいる家っていうのはなぜか年間を通じて結構空気が乾燥しているんですよ。というわけで家の中では梅雨時でもあんまりこうジメジメした感じっていうのを感じたことがなかったんですね。まあでもちょっとさすがにこの梅雨時毎日ね外に出ていくとかなりジトッとしたような空気を感じるので、家に放置してあるカメラ機材レンズなんかのことが結構気になってたんですよ。で、そんな時にちょっとカメラ雑誌を読んでいて見つけたのがこんな記事なんです。で、ちょうどこんな梅雨時にこの記事を読んですごく気になってきたので、梅雨時だけでもレンズやカメラを入れておこうかなと思って、今回簡易ですけどもこのドライボックス買ってみました。電源を入れて使うような本格的な防湿庫っていうのもちょっと気になったんですけれども、まあ年間通してこの家結構乾燥しているっていうことで、この時期だけ使いたいなということで、今回はこのシンプルな方を選んでみました。購入したこちらのボックスは中林ドライボックス27リットルっていうものなんですけれども、このドライボックスには湿度計が付属していて、これを中に取り付けて外から中の湿度を常に確認することができます。値段も2000円台半ばぐらいでかなりお手頃でした。で、こちらの中に入れておくこの防カビ防湿剤も同時に注文してみました。結構たくさんの種類の防湿剤が出ていたんですけれども、私がこれを選んだ理由っていうのが、こっちのボックスが27リットルなのに対してこれの一袋が30リットルに対応しているんですよ。というわけでこの30リットル対応が4袋入っているということで、これを買ってみました。それで今この動画を撮っているこの部屋が、私がいつもカメラやレンズをキープしている部屋なので、この部屋が今何もない状況でどういう湿度なのか見てみましょう。で、こうやって今この湿度計を見てみても、この部屋実はあんまり湿度が高くないんですよ。まあちょっとウェットっていう方に寄りがちではあるんですけれども、一応ベストっていう状況をキープしている状態です。まあせっかく買ったので使ってみましょう。とりあえずちょっと直にそのまま置くっていうのもなんなので、100均で買ってきた滑り止めを中に敷いておこうと思います。で、レンズ類入れていきます。今これ6本のレンズを入れてみました。ここに D750 の本体と、あと 50mm のレンズを1本入れるんですけれども、十分余裕ありそうですよね。で、ここに1つ防湿剤を入れておきます。で、そして今から蓋をしていきます。D750 の本体、今この動画の撮影に使っているので、また後で入れようと思います。こんな感じで中に入りました。今蓋を閉めたばっかりなんですけれども、結構速効性があるのか、さっき蓋を閉める前は湿度60だったんですけれども、今どんどんと50の方に近づいてきてます。今からこれを一晩置いてこの除湿剤の効果がどれぐらいあるのかっていうのを見ていこうと思うんですけれども、結果はこの動画の一番最後のところにつけておこうと思いますので、気になる方は後ほどご覧ください。今回私が購入した商品のリンクはこの動画の説明欄の方に載せておきます。それからこのチャンネルの Twitter や Instagram もありますので、よかったらチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。さてこちら、蓋を閉めてから一晩置いてみた状態です。だいぶ湿度が下がっていますね。
蓋を閉める前はこの湿度計58度59度あたりを示していたんですが、蓋を閉めて1時間2時間経った頃に湿度35度ぐらいになって、全然目盛りが動かなくなったので、これぐらいが限界かなと思っていたんですが、一晩経った今湿度28度あたりになっています。